こんにちは、ギタリストの栗田大輔です。今日はギターレッスン動画なんですが、久しぶりの、ベーシックカテゴリーのギターレッスン動画となります。今日はですね、マイナースケールについてお送りしたいと思います。マイナースケールをね、7ポジション完全制覇するというテーマです。今日は、ベーシックということで、初心者の方、初級者の方にもですね、参考になってもらえるんじゃないかなっていうレッスンになると思うんですけれども、マイナースケールっていうのはですね、何かと、今日、レッスンするマイナースケールっていうのは、ナチュラルマイナー、別名エオリアンスケールとも言われますけれども、まずじゃあどんなスケールかっていうのをちょっと弾いてみますね。こんなスケール、 C のナチュラルマイナースケールを弾いてみたいと思います。そうするとオクターブ弾きました。こんなスケールです。これは音は C のナチュラルマイナーですが、インターバルで言うとルート2度フラット3度4度5度フラット6度フラット7ルートと、はい。これは何かと、マイナースケールって言われても何だろうなってね、思う方もいるかと思います。スケールとかあまりねご存じない方はね、すごく簡単に言ってしまうと、例えば悲しい曲、マイナーキーの曲のメロディーとかフレーズとか、すべてこのマイナースケールで作られていると言っても過言ではないです。ほぼほとんどが、なんとかマイナー、例えば A マイナーの曲、 A マイナーの曲のメロディーは A マイナースケール、 C マイナーの曲 C マイナースケール、今弾いたのね。例えば、C マイナーの曲で、以前黄金のコード進行っていうところでやった、マイナーキーですごく、よく出てくる、もういろんな曲で使われてる曲、コード進行で、こんなような進行なんですが、A フラットメジャー7、C7、C マイナー、で、E フラット7みたいな。よくこれはジャスト2バース進行とかですね、丸の内サディスティック進行とかで言われるんですけども、ですよね、夜遊びさんのね。これを例えば、じゃあ丸の内サディスティック、椎名林檎さんの曲ですよね。ララ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 ってメロディーだと思うんですけど、これメロディー僕今まで弾いたことはないです。ギターで、弾くこともあんまりないですからね。で、じゃあ今コード進行が流れてきてメロディー弾けるかっていうと、多分弾けます。それはじゃあちょっと弾いてみますね。間違えましたけども、弾いたことなかったので、でも大体合ってましたよね。で、なんで僕今弾けるかってことですよね。で、なんで弾けるかっていうと、僕が絶対音感があるからとか、すごく音感がいいとかっていうことでは全然ないです。で、なんで弾けるかっていうと、ギター上でマイナースケールが見えてるからです。C マイナーの曲だって知ってるから、マイナース、丸の内サディスティックがね。で、C マイナースケールがネック上すべてで、それは完璧に見えてます。音感はそんなにね、大したことないかもしれないですけども、こういうふうに、目つぶってでも、全部弾けます。だから、なんとなく、メロディーが弾けるんですよね。マイナースケールが弾けるから。例えば、これが夜遊びの夜にかけるとかですよね。で、これも僕が C マイナースケールを知ってるから今なんとなく弾けるんですよね。ですからすごくスケールっていうのは大事ですので、逆のパターンもありますね。例えば曲が流れてきて、これ何のキーかな、わかんない。なんか多分マイナーだと思うんですけど、マイナーだと思うんだけど何のキーかわからない。その時にとりあえずなんかあるマイナースケールをいろいろ弾いてみるんですよね。そしてフィットしたら、例えば C シャープマイナーがフィットしたら、あ、ここだな。
あ、じゃあこの曲は C シャープマイナーなんだな、みたいな。そういうキーを判別することもできるし、今みたいにメロディーをね、弾くこともできるし。で、もちろんアドリブとかでね、でも使えますよね。ですので、非常に大事な、知識ですので、マイナースケールを知るということは。で、7ポジションマイナースケールを覚える。だけど、ポジションを覚える必要は全くありません。これはどういうことかと言いますと、もう皆さんすでに覚えてるからです。この C マイナースケールというのは、この C の音の3フレット先のこの E フラット、3フレット先、6フレット5弦のね、ここから弾くと、同じ音を弾くと、どっかで聞いたことあるスケール、はい、メジャースケールですね。そうです。このあるマイナースケールは3フレット先から弾くとメジャースケールになるという関係があります。ですので、僕のこのレッスン動画の一番最初の動画のですね、メジャースケール7ポジション完全制覇、バークリー式とロック式のねメジャースケールを覚えようっていう動画があったと思います。そこでメジャースケールを覚えてる方っていうのは、もうそれはメジャースケールを7ポジション弾けるということは、全くイコールマイナースケールを7ポジション弾けるということと全くイコールです。はい。例えば、F マイナースケールを小指から弾いてくださいと僕の生徒さんに言うとですね、マイナースケールを本格的に練習してない、生徒さんに、5弦のこのね、F の音8フレットにあります。5弦の F の音を小指にして、じゃあここからマイナースケールを弾いてくださいって言われると迷う生徒さんも多いです。でも、迷う必要は全くないです。皆さん弾けます。覚える必要は全くありません。なぜかっていうと、5弦の8フレット F から弾くマイナースケールっていうのはこうなります。みたいなことありますよね。はい、そうです。これはこの6弦の4フレットから弾くメジャースケールです。これは皆さん弾けるんですよ。だけど途端にこの5弦の8フレット小指からっていうと弾けない方も多い。それはすごくもったいないことです。実はもう弾けてます。新しいポジションを覚える必要は全くないです。この、ね、あるメジャースケールはどこかのマイナースケールだっていうことをイメージする練習をすれば、新しい形を覚える必要は全くないってこと。それを知ることはすごく大事なことです。なのでマイナースケールっていうのはもう皆さん潜在的に弾けるあのスケールだっていうことをイメージするってこと。例えば全部じゃあ C マイナースケールでね、これからじゃあ7ポジション全部弾いてみますけれども、どんな感じになるかというと、最初のポジションね、じゃあ6弦の、人差し指から。人差し指からは同じく、さっきの5弦と同じく、人差し指からのマイナースケールは小指からのメジャースケールと覚えるわけです。そうすると6弦の小指のこの11フレットからのメジャースケールってことですね。これがここからのマイナースケール。さっきの丸の内サディスティックも別にここから弾いてもドレミアスラッシュで弾いてますけども、6弦の11からお客さんには C マイナースケールに聞こえてますね。スケールとかモードとかを決めるのはそのコード進行ですので、じゃあこの人差し指、今度中指から、6弦中指から弾くと C ナチュラルマイナーね。5弦のこのね、6フレット人差し指から弾くメジャースケールとなるということですね。じゃあ3つ目、小指から、ナチュラルマイナー小指からは C4 2C4。
中指から弾くね、5弦の中指のこの E フラットから弾くメジャースケールの形。しっかり7ポジション1弦3音のロック式でメジャースケールを覚えた人っていうのは全然もう難しくないってことですね。はい、5弦の人差し指から C4C マイナースケールね。指5弦から C4 はい、これはですねメジャースケール4弦ルートってのもやりましたね、一番最初の僕の動画でね。こちらをやっている方は迷わないと思います。だから最初にやったあの7ポジションっていうのはすごく大事だってことですね。じゃあ小指から小指15フレットからいきましょうか。はい、スローすると C ナチュラルマイナー、小指から5弦スタートね。 C4 スケールでとても簡単な形ですね。6弦人差し指からのメジャースケール。はい、じゃあ最後7つ目は、4弦人差し指、4弦人差し指 C からここですね、10フレットから4弦10フレットから、そうすると C4 ポジションやりました。マイナースケール7ポジションでも1個も新しい形はないということですね。もう以前やった形ですよね。もう答え合わせです。以前やったどこかなんですよ、もうこれからは。なのでそういう意味で新しいポジションを覚える必要は全くないというふうに言ってるんですけれども、そういうことです。はいはい、必ずね、一番最初に僕がやった、ロック式とバークリー式のメジャースケール7ポジション完全制覇という動画と合わせてぜひご覧ください。今回の動画はね、基礎的なレッスン動画だったんですが、参考になっていれば嬉しいです。インスタ、ツイッターもやってます。そちらもぜひフォローしてください。そして、国田大輔 YouTube チャンネル、ぜひチャンネル登録をしてこれからも新しい動画をどんどんフォローしていってください。今日はありがとうございました。